松尾チャンネル。はい、みなさん、こんにちは。松尾チャンネル。二百九十二回目。一月の十八日、えー。水曜日ですね、えー。皆さん、今年に入ってからの株式相場。ご覧になっていると思うんですけどね。まあ、あの、第八回で安値二万五千六百六十一円という安値をつけましたね。 2万千円割ままで調整が入りましたこれ、昨年の後半、12月の、ね、動きのそのまま流れが引き継がれて、その安値をつけたんですね、やっぱこの先、ちょっとどうなるのかというのは、為替相場が円高にね、去年はあんだけね、まあ、あ151円台まで円安になったのが、一気に127円まで直近で、ね、円高になりましたけれども、大発回の流れというのはそういうところから始まった。 そして、また、この半ばに向けて、調整含みの動きが、株式市場は続いてきたというところなんですけども。今日は一気に、まあ、久々にね、今年に入って一番明るいっていうのかな。まあ、六百五十二円、日経平均は上がりましたね。二点五パーセントの上昇で、二万六千七百九十一円というところにね、戻ってまいりました。えー、少しね、良かったね、っていう感じですね。えー、株価が上がらないとね、元気出ない人。 皆さん多いと思うんですけどねようやく株価が少し上がってきた、まあ、私はあのー、この調整の中で株価というのはまた上昇するタイミングが来てるんじゃないかということを、まあ、前回の松尾チャンネルでもお話をしました大体いい3ヶ月周期でね動いてますんで、まあ、調整が入って次はまた上にこう向かうというそういうタイミングだということをお話をしたわけですね。で次ままたね調整入ります、まあ、必ずこう 3か月ぐらいの周期の中で株価が動いてるということをご認識いただければあ格好の投資チャンスがあったと、まあ、為替が、ね、円高に向かったというところこそチャンスだったんじゃなないいかなとうううふうに思うわけですね、えー、例えばあの皆さんにお知らせお話ししている、えー、後輩と利回りポートフォリオの、ねまあ、一覧、まあ、ちょっとご覧いただきますと分かりますように、まあ、あのトヨタがベンチマークなんですけどもこのところトヨタの株は 1800円れまで、ね、調整が入ってた、まあ、これは円高、まあ、もう円安が行き着いたと、まあ、ちょっと円高に向かっているという流れの中で調整が入ってきてようやくただ、ね、この円高127円のところまで来て、まあ、ほぼ、ね、126円か7円というのが節目だと思うんですね、まあ、そこから今度日銀の政策スタンスどうなるかというところ、ねまあ、変動幅を0.25から0.5に引き上げた。 このね、そういう流れがあったわけですね、金利をですね、ただその、さらに0.75にしようという話の中で、円高が続いたというところなんですけども、今日、まあ、日銀の方は政策ス数ン変えないということで発表がありましたんで、それに反応して株価が動いた、まあ、私は大体そういう、まあ、タイミングが来てるかなというふうには思ってたわけですね、まあ、それがあの結果として、そういう株価の動きにつながったと。 いいいうふうふにご理解たただきたいんですね。えーまあ、ポートフォリオをご覧いただきますとですね、えー、トヨタは少しね戻ってきてます1900円台まで戻ってきたという形で、まあ、今までねへこんでたパフォーマンスが少しね修復される、まあ、そういう流れかと思うんですけどもそうです、ね、6月29日スタートのポートフォリオは3割ねパフォーマンス上がってるわけですよね、まあ、3割のポートフォリオ、えー、あの時買っとけばよかったという皆さんに対していやいやちょっと待って。 これからね、また新しいポートフォリオを皆さんに提案しますよ、ちょっと待っててくださいねという話をしたいわけですね。1月の30日スタートで、一応私の方はあ、新しいポートフォリオを、ね、皆さんにご提案しようと思ってます。その前にこの松尾チャンネル、今日、それから来週の水曜日、この辺りでちょっと集まりをしながらですね、今日もちょっとお集まりいただいている皆さんいらっしゃるんですけども、来週もまたね、新しいポートフォリオの内容について、 発表しようかなというふうに思っているわけですね記者を呼ぶわけじゃないんですけどねまあ、私たちの仲間内って言いますかね株の同好会の皆さんに集まっていただいてそんな話をしようかなというふうに思っておりますその内容は株の同好会の皆さんに対して発行している開放書の中にしたたべておりますのでねこれは来週の月曜日発行予定の中身に皆さんにお知らせしようと思っております どんな中身どんなポートフォリオを組むんだみたいなねまあそれはちょっとね、えー、お楽しみにいただきたいまあ触りだけ言いますと今年2倍になる銘柄で組んだ2倍になる可能性のあるですよ可能性のある銘柄で組んだポートフォリオこれをちょっと皆さんにご披露したいとどんな銘柄なんだろうっていうね是非、えー、ねご興味を持っていただきたいと思うんですねまああの少しヒントになるお話もしたいと思うんですよね。 世の中的には前回はね自己株買いで株価をまあ支えるというかねまあそういう流れを皆さんにご理解いただいたんですけども企業が取る施策なんですけどもねその企業の生き方としてですね自社でいろいろ資源を持ってですね経営資源を持ってそれを成長させていくえまあ利益を上げていくそういう原資にしながらやっていく方法ともう一つは世の中的には M&A を活用して成長する。 というそういううパターンがあるわけですねそういった企業群にぜひね皆さん注目いただきたいと思うんですね。でまあ世の中的に M&A の流れっていうのは時間価値を買うということですね、えー。企業はいろんな活動をしてきてですね後継者難にな,なっているような企業っていうのが日本にはたくさんあるわけですね。そまあ、その数はもうたくさん何十万社あるわけですけども。そのの後継者難中小企業を グループに入れていくというそういうスタンスで上場している企業であれば投資家の皆さんから成長しろよというふうに言われてるわけですけどねその成長する方法の一つに、えー、自社の資源を生かすのと外から。 外の資源を生かして MA で拡大していくとそういうパターンがあるということをご理解いただきたいですね、まあ、売上の拡大それから利益の拡大をそうやって行っていくそれにシナジーが生まれるかどうかがポイントになってくるわけですね。M、っていいううのは1 1ががにななるっていうだけじゃなくて1、1がですね。 えー、3とか4になってくるからああ注目できるわけですね。まあ、こういうあの日本の企業上場企業特にです、ね、せっかく上場してるんですから利益成長を果たさなきゃいけない、まあ、そんなことで,です、ね、そういう流れに沿った企業をぜひ、ね、皆さんにご注目いただきたいというふうに、ね、私は思うわけですね。そのの一つ、まあ、例えばの話ですよ、えー、吉村フード 吉村フードホールディングスという会社があるわけですね、まあ、これはあの売上げに320億営業利益8億3500万という今見通しなんですよね今期ねで第三者半期までも数字も出てます、えー、昨年の11月から立て続けに3社へ回んで中小食品メーカーをグループに入れてまいりました、まあ、この会社は食品の分野で中小の食品企業をグループに入れて利益拡大売上拡大をしていくという会社なんですねその会社がが時価総額が 175億営業利益8億数千万の会社が結構ね株式市場では評価されてるんですね評価されてる会社がですねあると思えば一方ではなかなか評価がされてない会社私が次のねポートフォルニーに入れようかどうしようかって悩んでるような銘柄なんですけれども日ソプロニティですね3440 これはあの金属加工をベースにした加工の総合商社これをおたい文句にしながらあ拡大利益拡大していこうということなんですけどもねソーラーの課題で一時ね2013年以降かなり儲けました50億らいね利益上がってそれがキャッシュ内部蓄積されて それを活用して M&A 型でビジネスを拡大していこうという会社なんですね。まあ、今回また2社ね新たに M&A をしましてです、ね、発表しましたねこの間それから第一四半期も発表して非常に好調な数字が出てきましたその背景は M&A でグループに入れた会社がです、ね、シナジー効果が生まれてそして受注が急拡大してきていると。 いうようなことがあって、えー、まあ第一四半期が好調なスタートを切ったと。で中期計画でいきますと売上が150億。 それから営業利益は1 1億ですかね、まあ、EbitDA で15億というところを見込んでいるわけですね、まあ、そういった今、売上93億、営業利益5億8 0 0万の会社が、これから M&A でガンガン伸びてくるよっていう、そういうイメージを持っていただきたいんですけども、なんと評価が、時価総額は今、38億なんですね、先ほどの吉村フードが175億ですからね、まだ圧倒的に評価が低いということで、ぜひね、このニストプロリンティーでね、 どうなっていくのか皆さんと、ね、これから株価がどうなっていくか、ね、注目していきたいというふうに思うわけですねまだまだ出遅れ感が強いこの日ソープロニティをです、ねまあ、ポートホールに入れるかどうかこれをです、ね、今まだ、ね、検討中ですけれども大いに、ね、可能性はあるかと。 というふうに思うわけです、ねえー、まあ M&A ってねなかなかね難しい世界のように思えますけどもまあ,あイメージとしてはなんか自社でこう着実にやってる会社の方がきれいに見えますけども実は M&A っていうのは新しい成長のやり方なんですね。えーまあ、失敗する恐れもあるんじゃないかとかねネガティブに見る向きもあるかもしれませんけどもしっかりとね、えー、リューデリをしながら。 悪い会社は買わないスタンス、いい会社だけを買っていくスタンス、まあそういった M and A のやり方もあるわけですから、まあ中小企業、日本の経済にとって大事な後継者なん,なんになっている中小企業を上場企業がグループに入れていくと。 そういう流れをですね株式市場でもぜひね注目できるようなネタになってくると思うんですねまあそれが私の今回のまあ注目する背景でもあるわけですね、えー、ぜひね、えー、皆さんもこのニストプロニティ中身をまた吟味していただければと いうふううふに思うわけですね最後にオークネット、まあ、ちょっと株価が1700円台の前半まで、ね、突っ込んでまいりました、先日ね、まあ、今日もちょっとそんなに上がってるわけじゃない、まあ、調整含みの中にあります、だけど今年またね、大活躍を後半に向けてしていくということで、まだ1月から3月、4月ぐらいまでは調整含みの中にありますけれども、ぜひね、皆さんとともにこのオークネットも見守っていきたいと。 いうふうに思うわけです中古車マーケットが少しね、新車の販売台数も上向いてきているという流れが見えてきました、えー、中古車だけじゃなくてデジタル機器コンシューマープロダクツまあこういったアイテムをオークションでやっていくサーキュラービジネスのまあ中核企業まあそんな形でオークネットを中長期的に私はまだまだ評価して見ていきたいと いうふうに思っております2月14日には決算発表を予定していますまあまたねそういうお話を今後もしていきたいというふうに思っておりますのでね、ぜひよろしくお願いいたします本日の松尾チャンネル以上ですありがとうございました